四番目です。世界六番目の面積を誇る海洋大国日本を守る領土領海部設置で縦割れ行政打破と記しました。これも予算委員会で私は今年の2月、確か18日に述べたのですが、日本の領土面積というのは世界62番目です。まあほぼ真ん中ですね。しかし、排他的経済水域、 EEZ と呼ばれる領海も含めた領土・領海全体での世界における日本の面積は何番目でしょう驚くなかれ世界6番目なのですにもかかわらず日本には領土・領海のことを扱う部署がありません海上保安庁は国土交通省です水産庁は農林水産省です 自衛隊は防衛省です。そしてことなかれな問題先送りの私があえて外務農省と呼んでいる外務省があります。海洋天然地下資源に関しては、これは経済産業省であったり環境省です。すべて縦割り行政です。役所というのは私の経験がありますが、例えば同じ課の中に係りごとにこう列に並んでたとします。役所の府庁でこれは島と言います。 隣の係が忙しくても隣の係は仕事が終わると帰ってしまいます一緒に手伝って一緒に手伝うことで一人の残業代を増やすのでなく良い意味で広く薄く残業代を抑えようという発想が役所にはないのですですから縦割り行政の弊害が生まれています北方対策本部というのが内閣府にありますしかし 領土に関して内閣府が統合的に扱う部署はこの北方対策本部しかないのです私は領土領海部を内閣府に設けるべきであると首相に述べましたしかし彼の返答は検討しますでした官僚用語で検討しますとは何もしないということです尖閣諸島は歴史的にも国際法上も日本の領土であることは明明白白です そして竹島は実はここには誰も住んでいないにもかかわらず大きな桟橋を作って韓国はなぜかファッションショーをやったりしていますすなわちここも本来は歴史的にも国際法上も日本の領土であることは明らかでありますが韓国が実質的な実効支配をしようと企てていますですからこれは日本の領土であると 主張する十分な根拠がある場所であるというふうに私は述べています正直申し上げてえ尖閣諸島を国有化しました国有化することがいけないわけではありませんしかしあれは栗原何がしさんという多くの負債を抱えている持ち主がそれまでも何億円も国から地代料をもらっていたにもかかわらず40億円は欲しい という旨のことをいくつかのマスメディアに言いました。そして、当時の東京都知事は、皆から募金を集めると、なぜかわざわざアメリカでその発言をしました。募金は十数億円集まったそうです。しかし、この募金は今後どうするのでしょう。返してくださいという方がいた場合には、振込手数料を差し引いて払うのでしょうか。あるいは、これを国に納めてしまうのでしょうか。 そして国は東京都が管理するのは潔しとしないと言って20億5000万円をその知見者に支払って購入したと言われていますしかしその前日だか前々日に当時の中国そして今も主席である胡錦涛氏に立ち話しでこの問題は慎重にしてくれと言われたにもかかわらず野田義彦内閣は閣議決定をしたわけですね。逆の立場だったらどううでしょう 中国ならずとも日本だってふざけるなというはずですそしてこの問題に関しては親日的であったはずの台湾も複数のアメリカの新聞にこれはけしからんということを書きました愉快犯でネタコを起こしてしまったような話だと私は思います尖閣諸島に関しては日本が実行支配しているのですからこれを世界に対してあの荒波の中で 緊急避難できる港をを作作ろろう、う、灯台を作ろうあるいは GPS もない時代からあの場所にきちんと強力な無線塔を作ろうそれは日本の費用で行いましょうもっと言えばあの周りのシェールガスやメタンハイドレールも日本の費用で共同開発するそしてその中の1割であったりを近海の諸国にも分け与えようという大人になる必要がありました。 竹島に関しては実は政権交代前の2008年アメリカの連邦政府の地名委員会がここを韓国領だと記しました。 その時になんと当時の官房長官はこのことに対してアメリカに抗議する必要はない首相が関わる問題ではないと述べていたのですまさにことなかれの問題先送りですそして昨年のちょうどこの時期の日韓首脳会談が京都で行われた時にも竹島の問題は日本の首相は一言も出しませんでした。 御総選団記者クラブですら呆れてなぜですかと聞いたときにそれは外務,外,外務大臣レベルで話をする内容だと述べたわけですまさに語るに落ちた日本になってしまっていますこのことを私たちは抜本的に改めるためにも領土領海部設置が必要です